こんにちは、みきめぐみです。今日のテーマは人を動かす伝え方の極意です。一生懸命話をしているのに相手の反応がふーんって終わってしまっては困りますよね。特に具体的に相手に何かをしてほしくて話をするとき、一体どういうふうに話せばこちらが期待している行動を相手にしてもらうことができるのでしょうか。今日は家族に新しい家電を買う OK をもらいたい、そしてお客様にサービスを買ってもらいたい、この2つの仕事と家庭それぞれの例から人が動かない2つの原因、そして対策、すなわち人を動かす伝え方の極意を解説していきます。この動画を最後までご覧いただくと聞き手の反応が良くなり、もっと仕事の成果や周りの理解応援につながっていきます。ぜひ一緒に周りの人に動いてもらえるような伝え方を身につけていきましょう。では早速本題です。今日の一つ目の例は家族に新しい家電を買う OK をもらいたいということで考えていきますね。あなたはお掃除ロボットが欲しいと思っていますが、パートナーが反対しているんですね。ロボットが掃除してくれれば人間は掃除の時間を他のことに使えるんだよというふうにこう情熱を持ってね話をしても理解してもらえません。でもロボット掃除機って結構お値段もしますので、勝手に買っちゃうのもな、できれば理解してもらっていいねって言って2人で買いたいという状況です。さてこんな時どんな伝え方をしたらパートナーにいいね買おうよというふうに言ってもらえるでしょうか。この例から考えたいのはまず人が動かない原因その1ですね。自分に必要だと思っていないということです。ロボットが掃除をしてくれれば人間は掃除の時間を他のことに使えるんだよというふうにお話をして伝える。頭では相手ももちろん分かっている、でも動かないというのはこれは自分ごとにしていないということですよね。自分ごとではないので値段の数字だけを見て、いや高いんじゃない、今の普通の掃除機でいいんじゃない、あとなんかいろいろ機種もあるし調べるの面倒だなとか、そんな風になってしまうんですね。ですから聞き手にロボット掃除機が聞き手自身に必要だと思ってもらわないといけないんです。ここではロボット掃除機そのものの良さをいくら伝えてもあまり響かない可能性が高いです。ロボット掃除機そのものの良さではなくってロボット掃除機が聞き手に与えるメリットを伝えないといけないんですね。でも実はこの例、最初からロボットが掃除をしてくれればその掃除の時間、人間つまり私たちはその時間を他のことに使えるんだよというふうに言っています。聞き手のメリット言ってるじゃないって思われるかもしれないんですが、これはですね、切り口の絞り込み方がまだ甘いということなんですよ。人間は掃除の時間を他のことに使えるとか、私たち夫婦が掃除の時間を他のことに使えるではなくって、あなたがこれこれこういうことに時間を使えるというところまで言ってあげる必要があるのかもしれません。で、パートナー同士でこの例の場合ですと、普段から掃除をどっちが担当しているのかっていうことも問題になってくると思いますので、例えばあなたが説得したい相手、聞き手が普段から掃除をしている方の場合は、ロボットが掃除をしてくれてる間にあなたはゲームができるよっていう言い方がいいかもしれません。またそもそも聞き手が普段から掃除を全くしない場合、掃除は普段私だけの担当ですっていう場合は、これもっと自分ごとにしてもらうのには工夫が必要ですよね。ロボットが掃除をしてくれれば私はあなたが担当している他のこと、洗濯を手伝えるよとか言ってあげないといけないかもしれません。まあ、ちょっとパートナー同士の分担とかあまりに具体的な話になっていってしまいますので、そこのご家庭とかパートナーの関係の中での話ですけれども、こんな風にとにかく主語を小さくしていくっていうことです。人間が掃除の時間を他のことに使える、人間が主語が大きいですね。私たちはこれもねまだ主語大きいんですよ。聞き手自身、
あなたが何に時間を使えるのか、あなたがどんなメリットがあるのか、ここまで言ってあげるともうハードルめちゃくちゃ低くなりますよね。相手に何か動いてもらおうと思ったら、その動くかどうかというところで、なるべく相手に考えさせないことというのが重要なんですよ。これは洗脳するとか騙すとかそういう意味ではないんですよ。人を動かす、人に動いてもらうということは、実は話し手が思っているよりも聞き手にとっては大変なことなんです。動くためのエネルギーがよっこらせっていう風に必要なんですね。ですから話し手は誰かに動いてもらおうと思ったら、聞き手がなるべく動きやすいように、余計なことを考えなくてもスッと動けるようにお膳立てをして伝える必要があるんです。そんなわけで、聞き手個人と結びつけて聞き手のメリットをはっきり伝えてあげるということをぜひ追求してあげてほしいんですね。ではもう一つ、お仕事の場面で見ていきましょう。二つ目の例は、お客様にサービスを買ってもらいたいというシーンです。サービスを買うという動きをしてもらいたいというシーンですよね。あなたはダイエットのコーチです。ダイエットをサポートするサービスを提供していると考えてください。で、お客様候補の方は、痩せたいとは思ってるんだけどねと言いつつ、結局サービスを受けてくれません。さて、一体どんな伝え方をしたら、あなたのダイエットのサポートのサービス申し込みますというふうに動いてくれるのでしょうか、ということですね。さて、先ほどのロボット掃除機を買うことに賛成してほしいというのとは違って、ダイエットのサポートというサービスはより聞き手にとってすでに自分ごとである可能性が高いですよね。いつも体重計に乗って、増えちゃったなとか、着替えた時にあれこのスカート入らないとかって感じてる可能性がありますので、自分ごとにするっていうのはそこまでハードルが高くない状況なんです。でもそれなのになぜダイエットサポートのサービス購入してくれないのでしょうか。こういう場合でね、もう一つ考えていきましょう。人が動かない原因その2、今日ご紹介したいのは、もっと悪いことが起こるのが不安というものです。まず、人間は変化を嫌う生き物なんですね。これは本能的にそういうプログラムだそうです。なぜかというと、今の状態、変化をしていない今の状態は少なくとも生きていますよね。だけど今と何か違うことをしてしまうと、最悪死ぬかもしれない。だから変化しないでおこう、生きることができている今をキープしようという本能が働くそうなんですよ。人が動かない原因、もっと悪いことが起きるのが不安、変化したくないっていうところを見てあげないといけません。今回の例のダイエットサポートのサービスを購入するしないという話ですと、例えばダイエットサポートを受けることで大好きなアイスを食べられなくなりそう、食べるなっていう指導を受けたら嫌だなとかですね、あとは運動がきつそうとか、やっても痩せなかったらどうしよう、お金払ってサポートしてもらってもでも痩せられなかったら嫌だなとかですね、こういったものを人を動かしたいと思う話し手は予測して先回りしてケアしてあげる必要があるということです。例えばアイス食べられなくなりそうということでしたら、アイスは脂肪分の少ないものなら週に1回は OK ですよって伝えてあげるですとか、運動がきつそうという方には、運動は最初はストレッチだけで結構です、徐々に無理なく増やしていきましょうですとか、やっても痩せなかったらどうしようという方には、無理のない目標設定をして一緒に一歩ずつ確実にクリアしていきましょうねですとか、こういうふうにこうケアしてあげるっていうのが必要なんですね。動いていない、行動していないことには何かしら理由があるはずなんです。その理由をヒアリングなりで聞き出し、見つけてケアしてあげる、お膳立てをしてあげるっていうことがやっぱり必要なんですね。まあ、この変化を恐れて不安から行動しないという場合は、
行動してリスクを取るよりも行動しない方がマシと考えているとも言えますので、行動しない方のリスクを伝えるというのも、まあ、ありではあります。例えば今始めないと10年後はもっと痩せにくくなるかもしれませんよ、代謝が落ちますからね、といったことですよね。これはね、煽るっていうのをお勧めしたいわけではないんですよ。はい。ですが事実としてリスクがあるのであれば、場合によってはこういうことをお知らせした方が相手にもしっかり理解していただけるということはありますよね。また別の考え方としては、未来に対して不安を持っているということですので、その未来に話し手の方が一緒にワクワクするっていうのも大事ですね。10キロ落としたらどこか行きたいところとかありますか？スパリゾートハワイアンズいいですね、新しい水着買っちゃいましょうとかって、一緒にイメージを膨らませて、変化する不安よりもその変化した先にあるワクワクの方に意識を向けるというのも効果的です。とにかく動かない状況というのには理由があるということをしっかり見ていきましょう。そしてその理由にまず理解を示すこと、そして理由をケアすること、大丈夫ですよというふうにね、フォローしてあげるんですね。で、話し手が聞き手の未来に一緒にワクワクして、さあ一緒にその未来に動こうよというふうにね、こう連れてってあげるということをすると、聞き手は安心して動きやすくなります。では最後にまとめとして大事なことをお伝えしますね。今回の動画のテーマは人を動かす伝え方というものでした。まあ、正確には動いていただく、動いてもらえるようにするというニュアンスの方が近いかなと思いますが、動いてもらうからには動いた先、未来があるわけですよね。で、この話し手自身が動いた先の未来をしっかりと見据えている必要があるんです。そうじゃないと人を崖っぷちに立たせて、大丈夫大丈夫いけるよって言ってダーンって背中を後ろから突き飛ばすような話になっちゃうことがあるんですね。これはいけませんよね。そうじゃなくて、聞き手に動いてもらいたいのならば、動いた先がどうなるかということをしっかりと話し手の方も責任を持って、安全な道があるよっていうことを示して、相手以上に自分がイメージして、さああの素敵な花畑に一緒に行きましょうと、背中を突き飛ばすんじゃなくて肩を組んで一緒に歩いていくぐらいの気持ちがいいですね。そうすると相手も安心して話を聞いて、あ、じゃあやってみようかな、買ってみようかなとか、申し込んでみようかなっていう風に動いてくれるんだと思うんです。話し手である自分も、聞き手である相手も、双方が笑顔で心地よく動けるような伝え方というのを目指したいですね。ということで、今日のテーマは人を動かす伝え方の極意でした。人が動かない原因として、1、自分に必要だと思っていない、2、もっと悪いことが起きるのが不安、この2つへの対策という形で解説をしてきました。ぜひ今日お伝えしたことを生かして、周りの方にもっと気持ちよくスッと動いていただけるようになっていきましょう。仕事の成果や周りの方の理解や応援をもっともっと得られるように応援しています。このチャンネルでは、声や言葉、コミュニケーションを通して、あなたがもっとのびのびと活躍していくためのヒントをご紹介しています。今日の内容が良かったよ、使えそうだよという方は、グッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。みきめぐみでした。ありがとうございました。またねー。